で中入るとおここからやね。もう大丈夫なのかな。わあすごい。涼しいね。すごい。こっちは出口ってなっとるから。ん？折り口やから奥から入れるのかな。あ、順路的にはこっちか。こっちからスーッと入れるみたいね。でこっちはファンタグラフがいっぱい、まあ、これどっから回ってくるのが難しいところやね。そうやね。動線くぐるっと回ってきましょうか。うん、レール入る。これレールの種類。あ、書いてある。機関じゃなくて本当にレールない。初期のさまざまなレール形式。相当レールぐらいは知っとるけどな。うん、こんな合戦近くで見ることないでね。これ新幹線よ。え、違うか。こっちが最大線よっちゃうかな。これ新幹線よっちゃうか。こっちは結構複雑やん。うん、こんなでっかいサスペンション入れとるから高速運転に対応させとるありないのな。一番熱がイギリス鉄道。これ TTG 鉄道。要は上下の形が一緒になっとって、要はこっちがすり減ってきたらこっち側にひっくり返して、使ったら倍使えるやんっていう発想で作って。やけどいざやろうと思ったらこっち側がすり減っとるからひっくり返したらつかんつけてもグラグラになるから危なくて走らせるやんってなってやめちゃったんやね。はい、結構西郷さんのやつとか見たってたまに古い駅舎の設置に使われとったりするで、そうするとこれがの線路が使われとったらこれやからそれぐらいの古いやつやなみたいな話をしたりしとるのを見てへーと思っとる。これ枕木ね。これ新宮。おお、当たった。新宮や。うちで撮った画角のやつや。ちょうどオーシャンアローと映した時があったり、見たこともあるってやな。まるっきり同じ画角や。すごいいろいろあるけど多分これ1日じゃ回りきれない。これは回りきれんぞ。お、これは閉塞機や。いわゆる通称閉塞機。要は今こんだけのやつであるけど、これが駅と駅の間にあるの。で電信使ってガンガンって言ったら向こうにも聞こえて、それで通信して今こっちの方は電車が出てたから大丈夫ですよ、もう電車通っていいですよって言ったら分かりましたって打つと、お互いが認証の信号を送ると初めて通商券っていうのがポコンって出てきて、要はタブレット、そのタブレットを運転手に渡すと初めて運転手が出発進行できますっていう、昔のシステムかな。あ、ここに出とったらそれをそのまんまに統一されたら大丈夫です。要は衝突事故とかを防ぐためのシステム、信号技術とかがまだ発達してなかったところね、それでやったから。で今も残ってるのは三重県にある、名称線ね、はこのタブレットヘッドが残ってますよっていうのがあったりしてね。すごいね。普段絶対押したらカウンボタンやでな。押してます。おじさん押した。うるさいな結構。実際に押すとこれで緊急信号が飛んで ATS が働いて止まりますよっていう構造やね。でこれがよく踏切の近くについとるやつやけど、こんな風になると緊急信号が出てますよってことで電車をすぐ止めなさいっていう指示もこういう風にして出る。これが普段は確かなんか白い光でなんかピーってなっとったりするかな。なんか踏切の近くには絶対あるやつやけどな。こっちねあったよね、 L 特急。 L 特急ってあった。全然見たことない。その辺りになってくると基本講座だいぶでは聞こえるけど、後ろにテーブルがあって、でもやそうやね、後ろにカチャンがあるからこれでパワーしたいはできますな。でやっぱこれやね、まあ、もう今も現役で走ってるのもあるけど500系
うんうんうん、そうそうそう、望み運用にしてみたいなね、なんかやっぱかっこいいよね。かっこいいし、このね、際立ったこの高さ、ジョミストこれや低いよな。確かここの窓側の席、うん、そう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 、うん、低いよな。すごいよな、この構造。これはディーゼルの方か。ディーゼル 大機関のやつを積んで走らせるってなったんやけど、下につけるとうるさすぎるし騒音とかの問題があるんで、ボンネット型にしてっていうな。で、高出力運転に対応させようとした当時のやつやな。懐かしい。懐かしくはね、さすがにもでもこの時代は知らん。懐かしいって言ったらこれかな、 DD51。 もうちょっと前まではな、うちの近所ボロボロ走っとったんやけど、四日市やから、あの関西本線のね、機関区でよーけおったからあれやったんやけど、いやもうすっかり見なくなっちゃったもんな、うん、おっと、うん、すごいでかいエンジンよね。しかしセンサーを置くと動く様子が見えるらしい。お、動く、あ、こっちでこうやってピストン運動してな。で、これで動いたやつをシャフトに、あ、これは噴射ポンプか、連動させて上から燃料を噴射してっていう、まあ、エンジンの基本構造やけど、で、動力に変えて伝えてきますよっていう感じやね。ディーゼルエンジンやからスパークプラグとかないはず。ガソリンの場合は圧縮したところに点火台みたいなスパークプラグっていうプラグがあって、点火プラグがあってね、それで爆発させて爆発回すんやけど、それじゃなくて圧力で自然発火させるがディーゼルの力なんですね。で、その動力をあれやね、変速機ギアで、ギアで比率を変えてスピードにして、シャフトって呼ばれるところね、これがシャフトっていうのにつなげると、それを歯車で動力の向きを変えることによってタイヤが回転します。これも車も一緒の構造やね、うん、はいはい、これは昔の三等客車か。ちょっと見てください。戦前とかの作りのやつやね、これやと。木造客車やけど、驚くことなかれ、当時はそれで、これカートに付け取った4人目とかな。でも戦前とかだったら三等客車って言ったら本当にこれで東京から大阪とか行っとったんじゃなかったかな。前の遠距離が使われてなかったからどうかな、分からんけど、うん、昔はこれでガッタンガッタンするバネ台車で乗った時代もあるっていうな。これはキッドさん、古いよこれは多分。キッドさんで、イギリスか。いや、日本でまだガツリ作れなかったような時代のやつやと思う。これで明治とかじゃねえか。あ、書いてあった。リーズ1881ってなってるから、ほんと明治だ。うん。だから、黎明期の時は、日本でそういう作る技術がなかったもんで、海外から輸入してっていうね、いろんな時代のやつだね。さらに、枕木信子とかね。すごい時代だね。こっちにもいろいろツバメフジとか、あれもすごい、富士の綴りが FU じゃないやな、HU なんや。
大阪山随道、トンネルやね、トンネル掘った時の当時のあれですね。これは動力機関やね、蒸気の動力機関ですな。初期のやつやろ、これがまさに発明された頃の動力機関ってやつやね、蒸気機関ってやつやね。産業革命とかにしたから作るやつやけど、うん、そうそうそう、うん、ボイラー、要は蒸気を沸かして、その蒸気のプシューっていう圧力で力に変えて、それの力を同じ向きに変えるっていうような構造かな、簡単に言うと、うん。こうしてみると車高低いな、500系すごいな、車高単やなすごいな。あれまたこっちの方に戻ってくるね、動線的に233。これは鷹取工場ってどこだ。汽車製造大志会社、大日本帝国大阪、1903年製、バリバリ戦前やね、1903年やから、うん、1903年ってことは、なんなら日露戦争前か、うん、だね、うん、あかんよ、偏差30のおっさんに聞いてもあかんで、そう、最後っつったら、実は、うちの近所に、現存する最古の、あの、貨物貨車がやってきて、ニュー川っていうところなんやけど、そこにね、あの貨物鉄道博物館っていう、貨物だけやってますっていうマニアックなところがあって、そこにその最古のやつが入りましたって言って、うん、これはフラですごいな。あ、螺旋状にしてあるわけじゃなくて輪っかになってるんや、トーマスと同じ高さがトーマスと同じだし、大井川鉄道じゃないやからやることかな、あそこはトーマス走ってるからな、そう、水道管、うん、実はこの前に乗ってきました、そうそうそう、で上にも、あ、これ上にも行けるんだ、あ、ギョーラマか、ギョーラマか、はぁはぁはぁ